さあやってまいりました。今回は翔平が監督を務める EBC 野球部の試合、決勝トーナメント翔平初参加の試合の模様ですね。対戦相手は渡辺ツインズさん、戸田市一部ですね。さあ前回ですね、3番中西選手がツーランホームラン打って2対0となっております。さあ4回裏となりまして、どのような攻撃ができるか。バッターは5番加藤光大選手。素晴らしいバッター、そして素晴らしい選手ですよ。はい、こちらレフト前ヒット、鋭いですね。まあね、翔平が打っちゃったんでね、加藤選手も打っちゃいましたね。アメリカ独立リーグ出身、そして翔平の2打席目となりまして、こちらねタイミング外してしまったんですけど、これはサードのラッキーでですね、はい、ランナーはセーフになりまして、ランナー1、3塁となりまして、チャンスとなりました。ラッキーですね。さあ7番の早川選手、打体は素晴らしいですよ。これ打てるかどうか。さあ1、3塁でね、これはいい叩き、はい、3点目を取りまして、本当いいですね。素晴らしいチームバッティングです。本当はね、当たりはめちゃめちゃ飛ぶんですけどね、素晴らしいチームバッティングでした。さあそしてこちら星選手、これはデッドボールか、バットに当たったようには見えたけど、すごい笑顔なんだよな星選手もね、とっても可愛らしいんですよ。最近ね、肩のケアとか結構ね教えたりしてるんですけど、はい。さあ9番の平井選手は見逃し三振で2アウト。そして1番の近藤選手がまたやります、右中間長打コース。これはもう翔平帰りますよ。はい、帰りました。はい、星選手も帰りました。そして近藤選手も帰りました。ホームラン、これはねサイクルヒット近いぞこれ。さあ2番の松本選手、ランナーなしからこちら、はい、ショートフライでチェンジとなります。さあ5回いきましょう。5回、変わらず奥田投手。はい、こちらの打球ね、レフトがちょっと左中間寄りだったのでね、落ちましてヒットとなります。はい渡辺ツインさんのねベンチからすごい罵声がはい、ランナー1塁となりまして、はい、こちらサードゴロゲッツーか。はい、これ翔平伸びろ、伸びた、アウトか、アウトということでゲッツーとなりました。素晴らしい伸びでした。そしてちょっとね1回2回ぐらい持ったな中西君はね。はい、次のバッターセカンドゴロでチェンジとなります。さあ5回の裏となりまして、3番の中西選手、中西選手も打ちましたよ、レフト前ヒット、素晴らしいです。菅3番、そして4番の野口選手、本日は四球と三振ということでまだ目立っておりませんよ。さあこちらねラッキーでねセーフとなりまして、ランナーも三塁まで行って、はい、ノーアウトランナー1、3塁のチャンスとなります。そこで5番、さっきねレフト前言ってますよね。はい、こちらキルキルでねラッキーになりましてね、1点取りました。そしてセーフとなりましてね、1、2塁ですね。そして6番の翔平、レフト前ヒットとサードゴロですが、今回これ叩き、チームバッティング、サードゴロアウトですけど、その間にランナー2、3塁となります。ワンアウト2、3塁はい、こちら早川選手のねスイングすごいんですよ。当たれば飛んでくるんですけど、見た感じちょっと点でバッティングしてるかなっていう感じはしますが、これではい、素晴らしい叩きで追加点です。8対1となります。そして8番の星選手、ピッチャーゴロでアウト、チェンジとなります。8点取りましたね。そして6回の表、奥田選手はまだまだいきます。まっすぐと変化球の組み合わせがすごいですね。はい、褒めたと思ったらやってしまいました、四球ですね。でもいいですよ。はい、こちらファースト翔平やめた、ピッチャーゴロアウトとなりまして、はい、ランナー二塁となります。さあ2アウトですよ。
はい、こちらセンターがいい守備なんですよ。素晴らしいね、野口選手ありがとうございます。そして9番バッター早井選手は高め三振となりまして、ワンアウト。そしてサイクルリーチですよ。これでね、スリーベースだったらとか言ってたらね、待て、打っちゃったよ。さあライト線で打ちました。これはダッシュ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 、ライトがまだ奥までいる近藤選手。これはまさかホームランもありなんじゃないか、まさか三塁止まるんじゃないだろうな。止まったー、止まってしまいました。これでねサイクル達成となりました。素晴らしい、えぐいですね。今度ね近藤選手に何かプレゼントしたいと思います。さあそして2番バッター松本選手、はい、こちら叩き、はい、これ叩き大成功、相手のねラッキーを誘いました。さあ松本選手も走りますよ、成功、ナイスランということで、3番の中西選手3打数2安打、また叩きです、叩きまくります。はい、これでまさかね、また走った、これはセーフでしたすごいっすね、展開が早すぎて追いつけないという。はい、野口選手四球となります。まだまだチャンスメイクいきますよ、ちゃんめちゃんめ。はい、加藤選手デッドボールとなりまして、ツーアウトランナー1、2塁、そしてチャンスで翔平4打席目、勝ってるので、ね、7回の表でそのままゼロなら終わりなんですけど、ラストバッターかもしれないんで、できればねつなげたいところなんですよ。プレッシャーは感じています。はい、こちらね普通に詰まったっていう、ショートゴロ打って終わりました、申し訳ない。さあ7回の表となりまして、はい、サードゴロ、素晴らしい球を投げてほしいと思ったけど、ちょっと高めに浮いた、内もナイスボール、ワンアウトになります。サードゴロ、中西君それでいいんだ。さあ奥田選手素晴らしい、また落ちる球で三振、そしてツーアウト、あっという間のツーアウトです。10対0となってますよ。はい、まっすぐ落ちませんね、いい球です。はい、こちらはどうなる、これはネットに当たってファールとなります。ツーストライクワンボールツーアウト。はい、こちらちょっと抜いたかな、カーブかな、三振となりまして試合終了、7回1失点の完投勝利でした。 EBC 最高、めっちゃ良かった。渡辺ツインさんも対戦ありがとうございました。またぜひとも試合お願いします。引き続き EBC 野球部の動画も出していきますのでよろしくお願いします。 EBC 野球部のインスタもチェック、ホームページもチェック、よろしくお願いします。アルシャー、 EBC 野球部選手募集もしています。そして元中日ドラゴンズあの選手も入団決定、どんどん強くなる EBC をこれからも応援してね。翔平 TV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。